生きる喜びは、エミール・ゾラの20巻からなる、ルーゴン・マッカール草書のうち、第12巻にあたる小説である。1883年に、ジル・ブラ氏に連載され、1884年2月、書籍として刊行された。主人公は、パリの胃袋のリザ・マッカールとクニュとの間の娘、ポーリーヌ・クニュである。話は1863年に始まり、およそ10年間を対象としている。10歳のポーリーヌは、両親に死なれ、父方の親戚シャントー家の下で、ノルマンディ地方のアロマンシュレワンから10キロほど離れた、海沿いのボンヌビルの村に住んでいる。ポーリーヌの楽天的で明るい性格が、冷たく陰鬱なシャントー家の人々と対照的に描かれている。特にシャトー家の19歳の息子ラザールは、アルトゥル・ショーペンハウアーの著作を熱心に読み、人生の虚しさ、悲観主義、ニヒリズムに浸っている青年であった。数年のうちに、経済的な失敗が続いたシャントープ人は、ポーリーヌの遺産から借用をすることになる。さらに、ラザールが海藻から鉱物を抽出する工場や、ボンヌビルの村を大波から守るための防波堤を築く事業に投資するが、いずれも失敗に終わり、これによって、ポーリーヌの財産はますます食いつぶされてしまう。しかし、ポーリーヌは楽天的な人生観とラザールやその両親に対する愛情を失わない。その愛情はボンヌビルの村全体に及び貧しくも強欲な人々にお金や食べ物などの援助をする。次第にシャントープ人はポーリーヌを憎むようになり、一家の不運を彼女の責任にし、ケチで感謝を知らず、自己中心的だと罵るようになる。夫人は死に際においてさえ、看病するポーリーヌに対して自分に毒を持ったのではないかと疑いをかける。ポーリーヌとラザールは暗黙のうちに結婚を約束する仲になっていたが、ポーリーヌはラザールが富裕な銀行家の娘ルイズと結婚できるよう身を引く。しかし、ラザールの強迫神経症がエスカレートし、彼の死への恐怖がルイズにも伝染するなど、この結婚は幸せなものにはならなかった。ラザールは定職に就かず、無気力な生活を送る。ルイズは出産するが死産に近い男の子であった。ポーリーヌはこの男の子の肺に息を吹き込み、蘇生させる。この小説は、その18ヶ月後で終わる。ルイズとラザールは相変わらず不和であるが、この時の男の子ポールは元気に育っている。他方、ボンヌビルの村は大波で破壊されてしまう。家の女中が自殺し、シャントー氏は痛風に苦しむが、悲しみと不幸の中にも人生の喜びを見出しつつ、物語は終わる。生きる喜びは、ルーゴン・マッカール草書の中では異例の作品である。舞台はパリでもなく、一家の出身地である架空の町プラッサンでもない。ポーリーヌのルーゴン・マッカール家とのやや遠い関係だけが、他の作品とのつながりとなっている。本草書におけるゾラの計画は、フランス第二帝制のもと、遺伝と環境がいかに一つの家族のそれぞれの人物に影響を与えるかを示すことであった。ポーリーヌのひいばばアデレード・ホークは、今日でいう強迫神経症的な行動を示すが、ポーリーヌはそうした傾向があまり見られない。むしろ、シャントーや、特に息子のラザールがこうした傾向をはっきり有している。しかし、シャントー家は、直接ルーゴン・マッカール家につながる血筋ではない。一家のもう一つの特徴は嫉妬と所有欲である。ポーリーヌもそうした成功を有してはいるものの、意識的にこれと戦っている。その結果が彼女の前向きな考え方、利他主義、名前の肯定につながっている。また、本作品で登場する他作品の登場人物として、ポーリーヌのいとこアリスティッド・サッカール、オクターブ・ムーレ、クロード・ランティエ、いとこエレーヌ・ムーレの夫ランボーがいる。パスカル博士の中では、ポーリーヌはまだ、ボンヌビルに住んでいることが語られる。ラザールは、妻を亡くして、アメリカに渡り、ポーリーヌが、ポールの面倒を見ている。ありがとうございます。